皆さんこんにちは、マンです。今回は4月1日に札幌で行われるコンサドーレ札幌対川崎フロンターレの一戦の Vlog をお届けします。現在飛行機で札幌に行くために成田空港に来ています。飛行機が12時10分なんですけど、東京駅8時20分発のバスでターミナル1かなまで来ました。直通のバスだったので70分くらいで、渋滞も朝は渋滞するかなって思ってたんですけど、渋滞もなくすごくスムーズに到着することができました。今回私たちはピーチの飛行機で行くんですけど、成田空港から新千歳空港まで乗ります。飛行機が12時10分の便で、搭乗手続きが90分前からできるので、10時40分からできるので、それまでの1時間ぐらい空港でゆったりしたり、メイクだったり少し準備をしながら待っていきたいと思います。さあ行くぞ。成田空港直通のバスは東京駅八重洲南口から出ていました。1時間弱で成田国際空港に到着しました。今からピーチのところに向かいます。向かいます。今回利用したピーチの乗り場はターミナル1の1階にありました。機内に持ち込める荷物が1人2つまでで、合わせて7キロ以内に収めないといけませんでした。新千歳空港に到着しました。早速北海道名物のジンギスカンを食べます。特上ラムジンギスカン丼の M サイズを注文しました。癖がなく歯ごたえがしっかりとあって分厚いお肉が美味しかったです。隣には北海道名物を使ったおにぎり屋さんがありました。メニューはこんな感じで、目の前でおにぎりを握っている姿が見れました。空港内のフードコートは雪印パーラーさんだったり、フレッシュネスバーガーさんだったり、あとは花丸うどんも入っていたりだとか、韓国料理屋さんが入っていたり、あとインドカレーのダイニングがあったり、札幌名物の味噌ラーメンもありました。エアポート急行で札幌駅まで行きます。はい、いたします。この列車は有名な札幌テレビ塔を見つけました。街中を路面電車が走っていました。友達の強い希望でこれからスキーをしに行ってきます。起きるよね。いや、この3日間の信頼と実績で起きないとか。今日何時に起きた？知らないよ、起きる気ないよ今日。なんか男子2人が言い争ってますが、この2人は代表戦を見に大阪へ行って、そこから直接札幌に来ていたので、1週間ぐらい一緒にいるみたいです。今回はセイネのオリンピアスキーセンターに来ました。なんちゃん、スキーやってます。今回はナイターで行ったんですけど、もう上から見る夜景めっちゃ綺麗でした。え、やばい、マジでめっちゃ綺麗。スキーしてます。夜景、え、マジで綺麗、夜景すごい。もうちょっと近く行ったらもっと見えそう。
雪やばい。怖いね。え、めっちゃ綺麗。3、4時間のスキーを終え、レンタカーでホテルまで帰ります。県外みたいな感じ。これはたぬき小路っていう商店街みたいな通りを歩いていた時の映像です。たくさんおしゃれな飲食店が並んでいました。札幌クラシックを飲みました。乾杯。濃厚な味噌が麺と絡んでいてめちゃくちゃ最高でした。ベーコーマートで買い物をして、さまざまな限定商品を買ってきました。おはようございます。試合当日の朝です。二条市場に行って海鮮丼を食べました。ウニもイクラもカニも食べて大満足です。お昼にはスープカレーを食べました。店内はこんな感じで落ち着いた雰囲気で、とても居心地のいい空間でした。自分で辛さが選べたので3の辛さにしました。味の染み込んだチキンがとっても美味しかったです。また行きたい。すすきのも有名な看板の場所に来ました。やっぱり夜の方がとても風情があって綺麗でした。スタジアムに行くまで1時間ほど時間があったので、大人座カフェというカフェに来ました。扉を開けたら、鹿の角を引くようにというふうに書かれていたので、右側にあった鹿の角を引いてみました。店内はこんな感じで穏やかで、とても落ち着いた空気が流れていました。壁には鹿もこんな感じでいました。見てください、このカフェラテめっちゃ可愛くないですか。腹ごしらえを終えたところで、最寄り駅の福住駅まで移動しました。朝5度だったんだよね、札幌。海鮮食べ行った時、マジで寒い。これでダウンじゃないの？え、なんかさ、寒いのにみんなダウンじゃないっていうこの現象なんなんだろうね。え、あの建物はさ、白い恋人売ってるの？売ってるのかな。そう、書いてあるんだよね、左側に美味しいチョコレートのお店って。あ、ルイブだ、ルイブ。ああ、え、このチョコマジで好き、うん、食べたことある、うん、てかリンちゃんのパパが買ってきて、え、マジで美味しいよね。いいな。え、てかさ、ちゃんと本当に浮き出てるんだね、うん、すごい。マジでホワイトリングみたい。昔長野で冬のオリンピックが行われた際にスケートの会場として使われたホワイトリングに外観が似ているなというふうに感じました。長野県民の皆さん、共感できません？前は知らない。わかんない。
コンサドーレ札幌だったり日ハムの MVP 賞が飾られていました。現フロンターレのチナティップ選手のもありました。 WBC で大活躍だった大谷翔平選手のもありました。さあ行くぞ。今日の動画はここまでです。続きは後編の動画をご覧ください。チャンネル登録、高評価、そしてベル通知ボタンをオンにするのも忘れずにお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。